そ、私はガイドの中村です。どうぞよろしくお願いします。今私たちが乗っている豪華客船 SS コロンビア号です。どうです、素晴らしいでしょ。あ、チャーリー、逆さまだよ。豪華客船 SS コロンビア号です。後ろに窓がありますよね。ここがこれから皆さんをご案内する海底展望室です。大きなガラス越しに海底の素晴らしい景色を見ることができるのです。今日はこの海底展望室に青ウミガメが遊びに来てくれます。さて、それは誰でしょう。皆さん、わかりますか。答えはクラッシュです。クラッシュは人間のことを知りたくて私たちと話をしにやってきます。皆さんもクラッシュに海の世界について何でも聞くことができますよ。皆さんの中でクラッシュに聞きたい質問がある人、あ、いますね。いろんな質問が考えられますよね。クラッシュの好きな色は、ウミガメはどうやって生まれるの、そして愛ってなんだろう、こんな質問でもいいんですよ。皆さん、クラッシュに何を聞くか考えておいてくださいね。ところで、どうして海底展望室では海の仲間たちと話ができるのでしょうか。その秘密はこちらのハイドロフォン。見た目は普通のマイクですが、実は海の生き物たちの言葉を人間が分かるように変換してくれるんですよ。そしてご覧の通り、海の仲間たちでお話しするのが大好きみたいです。特にこの魚、ドリーっていう名前なんですが、ハイドロフォンを通して話をするのが好きなんですよ。ではハイドロフォンの仕組みについて知りたい人、実はとっても簡単なんです。ハイドロフォンに向かってしゃべると、ハイドロフォンが振動を捉えてトランスフォーマーレシーバーからルーズカプラーに、ここで周波数を合わせてからトランスラートメーターに当たります。あ、トランスラートメーターはあらかじめ4種類までリセットできるんですよ。当然ですが、ボルメーターで増幅された信号はパスプライクは運転中上級した中だからヘッドホンやスピーカーにいただけてわけです。ねー、簡単でしょう。この最新式のハイドロフォンを使えば、どの海の生き物とも話ができるんですよ。例えば、カクリクマノミのニモ、それからアオウミガメのスクワット、そしてシロイルカのレイリー。なんとシロイルカは音波を使って遠くのものを見ることができるんです。この能力はエコロケーションと言い、世界最高のメガネとも呼ばれています。シロイルカの真似をすれば人間もエコロケーションができるかもしれません。私ちょっとやってみますね。両手をこめかみのあたりに当てます。目をつぶって、ふー、あ、何か見えてきました。ちょっと待ってください。これは海底展望室、どうやら準備が整いつつあるようです。エコロケーションすごいですね。さあ、まもなく皆さんを海底展望室へとご案内いたします。海底展望室では避難誘導灯が消えますが、非常の際は自動的に点灯します。ではクラッシュとの会話を楽しんでくださいね。あ、そうだ、大事なことを忘れていました。皆さんの中にウミガメの挨拶ができる人はいますか。クラッシュが、お前たち最高だぜって言ったら、皆さんはこんな風に両手を元気いっぱい上に上げて答えてあげてくださいね。それではやってみましょう。お前たち最高だぜ、両手をもっと大きく上げて、お前たち最高だぜ。そうそう、皆さん上手です。それではご案内までもうしばらくお待ちください。ありがとうございました。
会う前に私からいくつかお願いがあります。あ、そうだ、手伝ってもらっちゃおう。おーい、まずはじめにこの部屋では食べ物を食べちゃダメです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。フラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ、子供も大人もみんな一緒にクラッシュを迎えましょう。おーい、クラッシュこいつはすげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。みんな、こんにちは。お前たち、最高だぜ。おい、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶をちゃんと知らないやつ、真ん中後ろに見つけたぜ。ガイドさん。はい。これさ、前から数えると4列目になると思うんだ。で、こっち側の通路から数えると2番目にさ、灰色っぽい甲羅で口に白いホタテ当てて座ってる大人の男いるんだ。そう、君だ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前を教えて。ヒカルです。ヒカル、よろしくな。よし、ヒカルいいかい。俺が最高だぜって言ったら両方のヒレをさ、ほらこうやって高く元気よく上げてほしいんだ。あー、そうそう、やってみるぜ。ヒカル、最高だぜ。頑張ったぜ。みんな彼に拍手送ってくれ。ヒカル、ありがとな。よし、じゃあ今度はさ、子供たちともちょっとお話をしてみたいんだ。誰と話そうかな。こっちの前にしようかな。じゃあこれは前から数えると2列目だと思うんだよね。で、通路側から2番目に座っているお嬢ちゃんとお話をしてみたいんだ。いや、お嬢ちゃん、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい？綾乃です。綾乃、よろしく。綾乃はさ、今日は誰と一緒に来たんだい？お父さん、お母さんと妹です。ああ、そうかそうか。じゃあ綾乃のお父さんとお母さんどこだい？いたらひれあげて。どこだい？お父さんと、あ、すぐ隣にいたんだな。じゃあさ、首に昆布絡まってるお父さんと話をしたいね。お父さん、こんにちは。こんにちは。お父さん、名前は？高一、よろしくな。ちょっとさ、高一に聞いてもいいかな。綾乃や子供たちからたくさん質問をされた経験ってあるかい？あります。あー、やっぱりそうか。うちの息子のスクワットもそうなんだ。なあ、高一、俺たち親同士バッチリ気持ち、うん、通じ合ったね。話ができてよかった。ありがとう。綾乃もありがとう。みんな二人に拍手送ってくれ。実はな、さっきも息子のスクワートから聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってどうして僕たちとあんなに違うのって。俺はこう答えた。いや、わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。俺に協力してくれるってやつはひれあげてくれ。さあ、どうだい。ああ、協力してくれるやついるんだな。嬉しいぜ。お前たち、最高だぜ。おい、ヒカル、遅れたぜ。よし、じゃあスクワートからの質問だ。ねえパパ、人間って何食べるのって聞かれたんだ。ご飯食べる人、ヒレを上げて。どうだい。よし、ちょっとみんなヒレを上げたままで、下ろさないでくれな。じゃあどこ行こうかな。こっちの後ろにも行ってみたいな。これは前から数えると4列目行ってくれ。通路側から2番目にさ、顔の上にもう1個顔乗っかってる人がいるんだ。こんにちは。こんにちは。名前教えて。綾乃です。綾乃、2人目だぜ。こっちの綾乃の大好物は何？チキンです。向けて。チキンです。チキンって何？鶏肉です。鶏肉ってものがあるんだ。それどんな味がするんだい？ジューシーな味がします。ジューシーな味だ。そうかそうか、そういうものチキンってんだな。あやの、そっから見えるかい。俺たちはさ、この下に生えているほら、この海藻、これたくさん食べるんだぜ。これをな、わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだ。で、俺の体こんなにも大きくなったってわけなんだ。
あやの、俺の体重何キロぐらいあると思う？200キロ。あ、惜しいな。俺300キロあるんだよな。だからあやのもさ、チキンたくさん食べて俺みたいに300キロ目指してくれよな。お前たち最高だぜ。よーし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問のあるやつは元気よくひれ上げてくれ。なんだって答えるぜ。さあどうだい。おー、みんなひれ上げてくれてるね。じゃあまずはさ、どこでひれが上がったのかな。こっちの前かな、後ろかな。前から2列目行ってくれ。でさ、一番端に座っている、頭に白と黒の糊を巻いて座ってる人がひれ上げてくれたような気がするんだ。あー、そうだ、こんにちは。こんにちは。名前を教えて。ゆかです。ゆかで合ってるかい？はい。よし、聞きたいことなんだい？誕生日はいつですか？ああ、俺の誕生日は12月3日なんだ、うん、ゆかの誕生日いつ？6月7日です。ああ、もう少し先になるんだね。じゃあゆかさ、12月3日の俺の誕生日にはプレゼント持ってまたここに来てくれるかい？また会えるの楽しみにしてるぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかな。どうだい、子供たちも遠慮しなくていいぜ。質問のあるやつひれ上げて、なんだっていいぞ。おー、じゃあ今度はさ、こっちのガイドさんまた前なんだよな、うん、多分さ、綾乃の妹になるのから、うん、ひれを上げてくれたんだね。こんにちは。こんにちは。名前を教えて。さやかです。さやか、合ってるかい？よし、ありがとな。さやかの聞きたいことは何だい？好きな色何？あー、色の話か。じゃあちょっとさ、クイズにするからよく聞いておいてくれ。さやか、いいかい？さっきも言ったんだけど、この下に生えている緑色の海藻をたくさん食べてるから、俺の体見てごらん。ほーら、緑色の海藻色をしているだろう。じゃあさやか、俺の好きな色何色だ？緑。黒。冗談だ、緑で大正解だ。みんなさやかに拍手を送ろう。ありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやついないかな。どうだい、後ろの大人たちも遠慮しなくていいぜ。ひれ上げて、どうだい。じゃあ今度はさ、またガイドさんこっちの後ろ行ってもらっていいかな。うん。多分さ、食べ物を聞いた綾乃の友の隣かな、友達がひれ上げてくれたんだよね、うん、通路側から3番目の人かな。いや、こんにちは。こんにちは。名前は？レーナです。レーナ、聞きたいことは何？結婚相手ってどうやって見極めますか？自分で考えてくれ。ちょっと俺にはわからないね。まあ俺にはさ、130年間こう連れ添っている大切なパートナーのシェリーってのがいてさ、シェリーは俺や子供たちのことを心から愛してくれている、そんな優しい心が大好きなんだよね。レーナにはそういう大切なパートナーは今いるのかい？今日いる？すいません。何があったんだよ。まっせー長く幸せにな。お前たち最高だぜ。おー、ちょっとなんだ、うん、ハイドロホン壊れたか。ハロー、うん、ハロー、なんだベイリーだ。ちょっと呼んでみよう。おーい、ベイリー。クラッシュ、やあ。やあ、ベイリー。ハロー、人間。なあ、ベイリー、得意のエコロケーションみんなに見せてやってくれないかい？見てて。何か見えてきた。おう、わあ、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。お、じゃあな、ベイリー。ん？耳が4つ？あー、わかったぜ。みんなの頭にくっついてる、丸くて2つのやつだな。ベイリー、あれは耳じゃない。
二枚貝だ。なあ、でもさ、あのエコロケーションをちょっと人間の中で誰かにやってもらいたいんだけどさ。そうだな、よし、あいつにやってもらおう。光る、君らの番だ。なあ光る、エコロケーション使ってさ、俺のヒレが何本曲がっているかを当ててみてほしいんだ。いいかい、まずは両方のヒレをこう頭の横に持ってきて、そうそう、しっかり目を閉じたら下を向いてくれ。もう少し下向けるかい、そうそう、光るいかい、俺が言ってまで絶対に目を開けちゃダメだぜ。で、顔も上げるんじゃないぞ、今の体勢のままでふーってやってくれ。いくぜ、せーの、もう一回いくぜ、せーの、今度は優しく、せーの、よーし、まだ目開けるだよ、顔上げるな、光る、俺のヒレは何本上がってる？一本です。目を開けてくれ、光る、正解だ、みんな彼に拍手を送ろう。光るやるな、おー、スタート、分かった分かった、さあ家族が呼んでる、今日はみんなと話ができてすげー楽しかったぜ、お前たち最高だぜ、ありがとう、楽しかったぜ、また会おうな、みんなバイバイ。会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。